ブルース・リー・サモ・ハン・キンポー・ジャッキー・チェン・マイケル・ホイ、ゴールデン・ハーベストは、香港にある映画会社を起源とするコングロマリット。現在は、オレンジスカイエンターテインメントグループの傘下に入り、オレンジスカイゴールデンハーベストエンターテインメントグループ有限公司、オレンジスカイゴールデンハーベストエンターテインメントリミテッドとなっている。イギリスによる植民地統治下の香港で映画会社ショーブラザーズの制作本部長を務めていたレイモンド・チョウが1970年にレナード・ホーやショーブラザーズのスターだったジミー・ウォングらと共に設立した。九龍のハンマーヒルロードにあったキャス映画スタジオを買い上げ、ここをゴールデンハーベストスタジオとした。第一作は時代劇の鬼怒川。1971年にはジミー・ウォングの片腕ドラゴンを制作し、大ヒットを記録し、香港映画界の新興勢力として注目された。チョウはブルース・リーとも契約し、リーを主役にした映画、ドラゴン危機一発を制作。これが当時の香港映画興行収益記録を塗り替える大ヒットとなった。ここからゴールデンハーベストは徐々にショーブラザーズを超えていくことになる。同年 GH の創成期を支えたウォングが退社し、GH はリーと共に新たな時代へと突き進むはずであったが、1973年7月20日にリーが急死したため、GH は新たなスターの発掘が急務となった。そこで新たに発掘されたのがマイケル・ホイである。1974年、彼はショーブラザーズから GH へ移籍。実弟サミュエルと共にミスター・ブー・ギャンブル大賞を制作、監督し、当時の記録を塗り替える大ヒットを記録。以後、佳作ながらミスター・ブー、天才とおバカ、ミスター・ブー、ミスター・ブー、ミスター・ブー、インベーダー作戦、新ミスター・ブー、アヒルの警備保障とヒット作を連発し、GH を見事に復調させた。ハリウッドにも進出し大成功を収めた、ジャッキー・チェンを1980年に、ローウェイカンパニーから引き抜いて、ヤングマスター指定出馬を制作すると、これも大ヒットを記録。ホイ兄弟とジャッキー・チェンの主演作は、香港は、もちろん日本をはじめとするアジア各国でヒットし、GH は王子の繁栄を取り戻した。その後もキャノンボールなどでハリウッド進出やサモ・ハン・キンポー、ユン・ピョウ、チョウ、ユンファなどのスターを育て上げる。その1980年代には新興会社シネマシティが設立され、圧巻探偵、男たちの挽歌などで一時は市場を奪われるが、数年で奪還。迷走するショーブラザーズを尻目に、1980年代には全盛期を迎える。その後、香港の映画館経営のほか、娯楽複合施設の経営、海運や不動産業にも進出するなど、多角経営化を行ってきた。しかし、香港返還前後の香港映画の停滞に呼応するように、ハンマーヒルロードのゴールデンスタジオは1998年に閉鎖。映画制作の一線からは一旦撤退した。2007年にレイモンド・チョウは中華人民共和国本土の五活派が所有する大々天娯楽集団に売却して2008年に大々天娯楽集団が株式の 89.06% を買収した。2009年よりオレンジスカイゴールデンハーベストエンターテインメントグループ有限公司オレンジスカイゴールデンハーベストエンターテイメントリミテッドという社名となっている。現在は映画制作にも再参入し、映画配給、融資、出版、映画館経営が業務の中心となっている。中国、香港、台湾、シンガポールなどで30館を所有している。副社長兼プロデューサーの蔡瀾は1990年代に香港で三級片と呼ばれる性的、残酷的な映画を商業的に成功させ普及させた功労者でもある。食通としても有名で、フジテレビの番組料理の鉄人に特別審査員として出演していたほか、日本エアシステムの国際線の機内食の監修も行っていた。エッセイストとしても有名で、日本で出版された著作も多い。日本大学芸術学部への留学経験があり、日本語も堪能である。三級編=香港で上映される映画は、内外の作品を問わずその内容により3つに分類される。このうち、カテゴリー3に分類されるのが、三級編で、成人指定作品となる。いわゆるポルノ映画だけではなく、一定以上の性描写や残酷シーンなどを含む、一般映画も三級編にあたる。なお、カテゴリーには、子供に適さない作品、カテゴリー1の映画は、全年齢 OK の作品。ただし、実際には、アニメや一部の家族向け映画などを除きほとんどの作品がカテゴリー2に指定され、この分類が半ば形骸化してしまったため、後にカテゴリー2は、さらに 2A と2倍とに細分化された。ありがとうございます。